左が上り、天王寺方面ホーム、右が下り、大鳥方面ホーム駅名標和歌山方面。改札口もず駅は、大阪府堺市堺久有雲津遊具町2町にある、西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は、JRR30。JR 駅の中でも、かなよりも、漢字の方が字数が多い唯一の駅である。 相対式ホームに面2線を有する地上駅で分岐器のない防線駅の構造であるが、踏切上時間明導対策のために、駅前後の信号機が絶対信号機に変更されたため、停留所ではない。上下線別々に改札口があり、入場後のホーム間の移動はできない。上下線ともに改札口は、ひねの側にある。ホームは6両編成まで停車可能な長さであるが、 上りはホームのすべての部分に上屋があるのに対し、下り側は二両目の途中までしか上屋がない。改札とホームとはスロープだけで結ばれている構造だが、バリアフリーの面では非常に好ましい形となっている。2009年にスロープの傾斜角が変更、エキサイン類が最新型に変更、多機能型トイレが設置されるなど、駅舎のリニューアル工事が行われた。 大鳥駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅である。駅係員は、上り線側のみに常駐しており、下り線側は、朝夕ラッシュ時以外無人である。また、2007年4月1日より一部時間を除いて、駅業務は休止されており、休止時間中はオペレーターが、インターホンで遠隔対応する形をとっている。 かつては西口に緑の窓口が存在したが、2014年2月5日をもって営業を終了し、2月6日より緑の券売機プラスが稼働した。IC カード移行化を利用することができる。大阪府東計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。周辺はモズコフン群と呼ばれるエリアで、 モズ駅はその中心古墳である、仁徳天皇陵の最寄り駅である。なお、堺、東駅前駅は、踏切の東側に、折り場が、西側に、乗り場がある。西側の乗り場はもともとは、深い駅行きと変わらない位置にあったが、民家の前で車道との隙間も少なく、大仙公園の入り口近くにまで移動している。このため、駅からは250メートルほど離れている。 ありがとうございます。